はい、どうも、ブンカラです。今回も遊んでいきたいなと思います。このドラクエモッドを、プレイしている人とちょっとねお話しする機会がありまして、いろいろアドバイスをいただいたんでね、ちょっと今日はそれを実行していこうかなと思います。で、僕最初に職業を選ぶときに、あれだよ、職業を選ぶときに遊び人を選んだと思うんだけど、なんかね、遊び人は最初はちょっときついんじゃないかなっていう話になって、よいしょ、ちょっとね今日はね痛いな、今日はねちょっとね転職しようかなと思っております。転職、あそこにね前ダーマ神殿建てたんでね、このランク1の世界に戻ってきてちょっと転職しようかなと思います。よし、ちょっと行ってみよう。よいしょ。なんかね、俺ね何もできないやと思ってたら、手に入れたアイテムの中になんか戦士の証とか僧侶の証みたいなのがあるんだけど、あれでねどうやら転職できるみたいなんで、ちょっと行ってみようかなと思います。よいしょ、ここだよね。さあ来ました。んで、今手に持っている、よいしょ、なんかこれ僧侶の証、戦士の証、遊び人、僧侶5個あるね。戦士がいいんかな。とりあえず一回戦士にしてちょっと鍛えた方がいいんじゃないかというあれもあるよね。斧を使えば戦士の武器だからみたいな感じだったと思うちょっと聞いてみよう。そなたも転職し、あ、今実績解除。あ、よし、お願いします。はい、どうも戦士ですどうも戦士分からです。よし、さあこれで僕は戦士になったんでしょうね。あ、下が戦士になった。でもレベルが0だからもう一回ちょっと鍛えていかなきゃいけないのと、あと武器を変えなきゃいけないよね。ちょっとこの鋼の斧をちょっと使って、斧の熟練度っていうのはね右下にある、今無知のレベル2なんだけど、斧を上げていかなきゃいけないのかな。ちょっとまあじゃあやっていこうか。こういう敵と戦ってたらちょうどいいかもね。よし、ちょっと戦っていこう。えい、あ、2しか食らわない。あ、結構きついぞ。あ、やばい。そうか、これでレベル上げていかなきゃいけないのか。よーし、じゃあちょっと頑張ってレベル上げよう。あと装備も変えなきゃいけないよね。よいしょ、なんか作れる装備あるかな、ちょっと見てみようかな。とりあえずまたこの1から革の鎧を着て、斧の熟練度を上げつつ戦士レベルも上げていかなきゃいけないって感じだよね。さあ、じゃあとりあえずダンジョン作って敵を倒していった方がいいんかな。ちょっと作っとこうか。よいしょ、よし、じゃあちょっと頑張っていくか。とりあえずこの敵たちを倒せるようになんなきゃいけないよね。いて、よいしょ。まあどんどんレベル上がるね、やっぱ最初だもんね。レベル2です今。よいしょ、おいほいほいほい、オッケー、またレベル上がりました。痛いな。さあ、なんとか戦士レベル15まで上げることができたので、新しい装備を作っていきたいなと思います。よし、革の鎧から脱出だよ。もうねどんな風に作るかは見てきたので、ちょっと作っていきたいなと思います。こんな風に置いて、こんな風に置いて、ドン。はい、鋼の兜きた。鋼の兜、ちょっとかっこよさそうでしょ。ちょっとこれも並べていきますよ。よいしょ、こうで、こうで、こう、鋼の鎧。これで鋼のコテドン。はい、鋼のグリーブ、これで鋼系ができた。はい、それでは装備ができたので、ちょっと着替えてみたいと思います。じゃーん、かっこいい戦士っぽい俺いやでもこれでかなり強くなりましたんでね、 HP も遊び人の時と比べてかなり上がったし、この戦士でねやっぱ行くのがいいかなと思いますので、これから戦士で頑張っていきたいなと思います。
じゃあ次回は何しよう。そろそろね釣りもやりたいんでね、ちょっと釣り会やりますかね。釣り会ね、ちょっと見どころがない感じになるかもしれないですけど、ちょっとどっかで釣りをできる場所を作って、ちょっと釣り会をちょっとやりたいなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。痛い。